五番館時代の外館五番館は、1906年から1990年まで、北海道札幌市中央区にあった、日本の百貨店である。前身の札幌高農園と後ろ身の札幌西部を、含めると1894年から2009年までとなる。五番館の、館の字は、正確には、館の字である。当百貨店の跡地の一部に設置された、暫定施設。 小ル通りについても、本校で記述する。輸入雑貨販売に、積極的で、全国の百貨店に先駆けて、女性店員を採用したほか、日本初のフォードディーラーとして輸入車販売を行うなど、新種の気風に富む一方で、荒巻は五番館と言われるほど荒巻酒の販売に、強く、 酒加工大手に成長した石狩医師の佐藤水産んが1954年に五番館と取引を開始したことをきっかけに飛躍的に成長するなど取引先とともに成長しようとする日本的な経営方針で営業していたこの取引をきっかけに札幌に進出して1959年に五番館に直売部開設するなど飛躍したことを記念して2001年に 完成した佐藤水産のサーモンファクトリーは外壁を赤レンガとし、その前にある広場を五番館広場と命名している。かつては札幌駅に一番近い百貨店として、修学旅行生などの観光客も多い百貨店であったほか、創業時の横浜の外国人居留地の洋館を模した。 赤レンガ作りの建物の印象は強く、札幌西部となった後もロフト館7階に、イベントホール、5番館赤レンガホールが引き継がれ、閉店まで存続していた。5番館の名称は、電話番号が5だったことが有力なようだが、小樽から数えて5番目の開拓誌番書の跡があったからなど、他の説もある。建設中の5番館1899年に、 種苗農機具の販売業であった札幌工農園が、現在の札幌市中央区北四西山に、横浜の外国人居留地の洋館を模した赤レンガ、作り、2階建ての店舗を開設した。五番館百貨店1906年には五番館として、北海道内で最初の百貨店となり、1928年に株式会社五番館を設立。 1959年には、地上6階地下3階の新店舗を建設して、増床し、1965年には、年賞47.9億円を上げて、三越の年賞45.6億円を上回って、丸い米の年賞83.6億円に次ぐ、道内、第2位となるなど、札幌の三大百貨店の一つとして激しい競争を繰り広げた。 1972年10月1日には、地上8階地下3階に建て替えて増床し、同じ札幌駅前に進出した、東急百貨店やすすきのに進出した松坂屋などに、対抗して、独自に営業を続けた。1982年に、西部百貨店と、業務提携に踏み切り、1988年に、朝日川西部と合併して、西部北海道となり、 企業としての五番館は消滅したが、その後も店舗名は五番館を使用し続けた。札幌西部時代に、札幌第一観光バスが運行していた西部、駐車場館、シャトルバス1990年6月13日に、新館を増設して、全面改装した際に店名を五番館西部として、伝統ある店名に別れを告げ、1997年に、 西部百貨店本体に九州合併されて、店名も札幌西部となり、五番館の名称は完全に消滅した。その後、2003年3月に大丸札幌店が開業した影響で道内の百貨店の勢力図が大きく塗り替えられると、売り上げが札幌で5位に沈んで苦戦が続いたため、2009年9月30日には札幌西部も閉店し、 五番館時代からの百貨店としての歴史に終止符を打った。札幌総合は2000年にロビンソン百貨店札幌店は2009年1月に閉店しており、札幌西部の閉店によってセブンアイホールディングスが当時有していた百貨店サンブランドはすべて札幌から撤退したことになった。2016年9月には、 北海道地区で唯一残っていた西部旭川店も閉店し、そごう、西部は北海道地区から完全に撤退した。解体後の札幌西部跡地解体後の跡地は2011年、ヨドバシカメラが買収。建物を取り壊し、当初は一旦駐車場として利用することになっていた。その後2015年8月、 ヨドバシカメラマルチメディア札幌の新館を建設することが報じられたが2018年6月27日再開発準備組合の設立に向け調整に入ったことが北海道新聞の記事で明らかになった早くても2029年までに新ビルが完成予定であることも報じられている車体文字は西部百貨店札幌店時代のフロア コバル通りコバル通りは、旧五番館、西部跡地の一部に作られた、交流空間施設。立ち飲み酒場などの飲食店、都心部に店舗を構えたい事業者が展開する、チャレンジショップ、コミュニティスペース、コバル計画を設置。札幌駅前通り地区の中通りの魅力を発信する、新たな実験の場として2017年12月22日に、 期間限定で営業を開始した。施設運営は札幌駅前通り町づくり株式会社が行う。名称のコバルはコミュニケーションのこと飲食店のバルを合わせた造語で中通の活性化、新しい文化の創出を目指す意味合いがある。コバル計画ではコワーキングスペースとしてドロップイン利用や貸切利用ができるほか中通の賑わいを創出するため、 各種イベントの企画、発信も行う。2019年10月14日をもって営業を終了した。ありがとうございます。